レディングのダウンタウンレディングはアメリカ合衆国ペンシルベニア州の南東部に位置する中規模な都市である。人口は88,082人でペンシルベニア州の中で5番目に大きな都市となっており、都市圏人口はおよそ42万人。かつては石炭の輸送拠点として繁栄したが、現在では貧困率は高い水準にあり、治安はあまり良くない。 アメリカではペンさんの頂上にパゴダと呼ばれる日本式の五重塔があることで知られている。市の観光名所、ランドマークにもなっており、内部に入って観光もできるほか、夜間はライトアップもされる。また、サイクリストの拠点としても注力しており、主催の国際自転車レースも開催されている。1748年、ウィリアム・ペンの息子である、 リチャード・ペンとトーマス・ペンによって起こされた。名はイギリスのレディングから付けられた。1752年にバークス軍が設置され、シュートとなった。2013年12月21日には、白血病で苦しんでいた8歳の少女に1万人の人々が家の前で合唱したが、その少女の住居がこの年だったことが知られている。レディングは、 北緯40度20分30秒、西経75度55分35秒に位置している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積26.1平方キロメートルである。このうち25.4平方キロメートルが陸地で0.6平方キロメートルが水地域である。総面積の2.39%が水地域となっている。 2000年現在の国勢調査で、この都市は人口8万1207人、3万113世帯、及び1万8429家族が暮らしている。人口密度は3192.9平方キロメートルである。この都市の人種的な構成は、白人59.18%、アフリカン・アメリカン12.25%、 先住民0.44%、アジア系1.60%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種22.32%、及び根血4.18%である。人口の37.31%はヒスパニック系、またはラテン系である。ありがとうございます。